未来、どうしたの？パソコン眺めてニヤニヤして。なあ、はるか様、今ヘビジョの悪人 BBS を読んでたの。あら、うちの生徒が書き込めるネット掲示板ね。私、面と向かって人と話すの苦手だから、こうやってネットで友達になれそうな人を探してるの。ネットならそんなに緊張しないし、ヘビジョにも結構同じ趣味の人がいるんだ。友達になってくれる人がたくさんできるといいな。なるほどなるほど。それじゃ私も一肌脱いじゃおっかな。え？パソコンちょっと貸してね。これでよしと。な、何を書き込んだの？今すぐ勝負するやつはいないか、この腰抜けども。私の首をか。ほら、もう遠くの方から声が聞こえるわよ。未来ちゃん。これで友達いっぱいできるわね。よかったよかった。もう戦うしかないってこと？ミラマイチュンジル、ミル開始。候補を全員やっつけちゃうなんて。私の首を借りに来るお友達なんていらないよ。あるそう。ごめんね未来、インターネットって怖いのね。私は遥か様の方が怖いよ。辛い時こそ下を見ろ。
お金持ちなんですの？え？ああ、金持ちだ。しかも筋金入りのお嬢様々だ。ちょっと、カツラギさん。いいだろ、本当のことだし。でも、よろしいのですか？お嬢様が大食い大会などという下品な庶民の催し物に参加なされて。イカルガは忍耐力を試すドッキリの遊びで一番早くブチ切れてな、その罰ゲームでここに参加させたってわけだ。俺の名は村さん。女よ、おじけづいているな。それもまあ仕方がない。悪いがこっちはクロートだ。今のうちに危険しておけば傷も浅く済むぞ。恐ろしくて声も出ず。キャベツの芯だ。俺はウサギじゃないぞ。文句があるなら棄権すればいかがでしょうか。棄権だと？ここで危険をすればベスト8止まり、つまりは8位ということだ。女さあやってやる。俺はウサギになる。バニエボーイになってやるよ。おいしゅうございました。お兄様。触るな。俺に触れていいのはまともな家族だけだ。ではお嬢様の食べっぷりを見させてもらいましょうか。イカルガ、行け。休むな。休んだら負けだぞ。やったな、イカルガ。お祝いにおっぱい揉んでやるぜ。結構です。
よろしくお願いいたします。どうなされたんですの？いいじゃないか、ハチノコ。あたしはやってやるよ。だけど、そっちのお嬢ちゃんはハチノコなんて食べられるか？心配はご無用です。おいしゅうございました。くそ、こんなはずじゃ。やったぜ、イカルガ決勝進出だ。ハチの子はお好きで？ええ、お父様が食べることがとても好きでして、蜂の子も幼い頃に何度か。そうですか。決勝ではいい勝負をしましょう。それでは、お手柔らかにお願いします。また何かトラブルなのですか？どこかから代わりのそばを持ってきてください。じゃあ決勝は中止ということで。いいですわよ、ミミズで。ミミズでワンコそば、つまりワンコミミズですね。構いませんわ。そちらはいかが？やらないと言うなら危険でよろしくて。危険する。わけがありません。よっ、それでこそイカルガだ。しました。顔色が。そうですか。いただきます。参りました。
あなたの勝ちです。その勝利への執念、一体どこから生まれてくるのですか？話したところでお嬢様には理解できませんわ。こんな大会ぶっ潰してやる！なるほど、読めましたわ。ここは私に。お嬢様はお下がりください。それがたとえ大食いであっても、私の戦いにケチをつけた罪は重いですよ。ヨミさん、一人で相手にするのは無茶です。お嬢様ご心配なく。大食い大会のおかげで私珍しくお腹が満腹ですの。だから食後の運動をしないとならないのです。食後の運動ですか？わかりました。ではここはお任せします。ただしちょっとどこかに隠れていてもらえますか？私の食後の運動はかなり激しいので、お嬢様にはしたないところを見られたくないのです。承知しました。では見えないところに隠れてみましょう。ありがとうございます。それでは思う存分暴れさせてもらいます。これで全部片付いたみたいですね。驚きました。本当に一人でやってしまうなんて。大丈夫ですか、ヨミさん？どこか怪我でも？違います。お腹が減ってしまって。え？ちょっと張り切りすぎてしまいました。せっかくお腹いっぱいでしたのに。もったいない、すごくもったいないですわ。驚きの消化機能ですね。申し訳ありませんが、ここで失礼します。家に帰ってもやし炒めでも食べようと思いますので。では。もう行ってしまいました。ヨミさん
未来、どうした？眠れないのか？ホムラ、怖い夢でも見たのか？怖い夢っていうか、夜一人になると昔のことを思い出しちゃうんだ。昔？私中学生の頃いじめられてたんだ。そうか。蛇所でいっぱい修行して体だけじゃなく心も強くなったと思っていたんだけど、昔のことを思い出すと体が震えてくるんだ。私ってダメだね。試してみるか？試す？未来がどのくらい強くなったか私が確かめてやる。そんなの無理だよ。ホムラに勝てるわけないよ。やってみなきゃわからんさ。でもどうした？自分の強さを確かめたくないのか？わかった。私やるよ。そう来なくては。それでこそ蛇女選抜メンバーの一人だ。私の勝ちだな。ほらね、やっぱりホムラには勝てないよ。
そうだよ、初めから勝てないことは分かってたんだ。それでは聞く。勝てないと分かっていて、どうして私と戦ったんだ？勝てないと思った相手に未来は真っ向から挑んだ。その勇気こそ強さの証だと私は思う。ホムラ、自信を持て未来。お前は自分が思っているより強い。心も体も小さいが強い。心も体も小さいって。でもありがとうホムラ、本当にありがとう。調子は上々かな。